どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。なんかね、背中にデキモンができて痛い。はい、今日の動画は20月号980円、いったらトレホンスクエアトートオノマックス10月号1190円、アーバンリサーチドアーズお財布機能付きスマホショルダーバッグ。はい、以上本日は2冊だけ開封していこうと思います。はいはい、本日も2冊でございます。本当はですね、キューンのタンブラー、ローソン HMV&Books オンライン限定なんですけども、そちらをローソンに見に行ったのよ。今日発売日かなと思ってさ、8日やから。ほんなら置いてなかった。で、キューンまたね、もしどこかでゲットしたらご紹介したいなとは思うんですけども、なので今回は D さんを購入してまいりました。こちらはですね、毎月7日発売なので9月7日発売となっておりまして、こちらのモノマックスさんは8日発売となっております。本日発売やね。なので本日はこの2冊ご紹介していこうかなと思います。ということで、まずはこちら。まずはね、ちょっと発売日順に D さんから行きましょいということで、保冷本バッグなんだけども、980円ということで、まあでもお値段お安めではあるんだけども、なんかこうブルー一色やからさ、なんかちょっとシンプルっていう感じではあるんですけどもね、どんな感じかチェックしていこうかなと思います。で、このイッタラっていうのが、フィンランド南部にあるイッタラ村では、1881年に小さなガラス工場としてスタート。なんかこういうね、ガラス製品のブランドさん、あと食器類とかもかな。うん、でも主にガラス製品って感じですね。こういうブランドさんみたいで、今回の商品ページもございます。だからときめく北欧ブルーなんやね。なるほど、こんな感じになってるんですけど、割とちっちゃめの箱に入ってるということで、早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じです。ちっちゃめなのか、折りたたんでありますね。こんな感じで折りたたんである。まあまあまあという感じでございますね。ほんで早速本体レビュー行ってみよう。はい、ってことによっこいしょと乗っけていきますとですね、めっちゃ軽いです。 50g、 60g ぐらい、このような感じなんですけど、まあ黒くって感じかな、ぶっちゃけ。まあ、リーさんがね、雑誌として980円だったりとかするので、まあそのあたりもあるんかなと思ったりとかするんですけど、素材アップいきますと、こういう感じのナイロン地でございますね。縁はナイロンのテープでパイピング処理してくれている感じ。そして持ち手は、まあこんな感じの、まあビニールテープっていう感じかな。そんなね、なんか上質な生地でできていて、という感じではないかなと、ちょっと正直思うところでございますね。こんな感じでちっちゃく折りたたまれていたということもあって、ちょっと表面にシワ感がいってしまってるんですが、街はまあ、だいぶある感じ。で、なんかね、保冷本素材がね、ちょっと薄いです。で、後ろ側がね、この、イッタラっていうブランドさんなんですけど、カタカナで書いてあるの可愛くない？なんか、イッタラってこう、ベッドラみたいで可愛いなと思うんですけど、イッタラ表参道って書いてますけど、イッタラ表参道ってこんな感じで書いてありますね。ロゴはプリントで入っている感じでございます。で、まあ、中開けていきますとですね、チャックは薄べたチャックでございます。まあ、黒くって感じかな。お、こんな感じ。いや、ギラギラではあんねんけど、これ保冷本バッグなん？普通さ、保冷本材ってさ、もっとこうもちもちした中にクッションが入ってるような感じの素材感のことかなと思うんですが、 D さんは宝島社さんじゃないんですね。で、あのゼクシーの時もあったんですけど、なんかね、あんまり見たことない保冷本素材でできております。とりあえず中はギランギランです。なんかこうバキバキする感じ、こういう感じの音が鳴る感じの素材感だと思っていただけたらと思います。みんなが思ってるもっちりとした保冷本材ではないです。とはいえ、あの激薄なやつあるやんか、もうめちゃめちゃ薄いやつ、薄手保冷本材ね、ああいうのでもない。なんかバキバキする感じの素材感。容量はですね、500ml ペットボトルが奥に2本並ぶ感じなんですけども、立てても入るんかな。あ、立てても入りますね。立てた状態でもチャックは閉まるので、最大容量は6本ぐらい入るんじゃないかなとは思うけど、いかんせんこの素材感がちょっと薄めやから、ちょっとギュンギュンしちゃうかなっていうところではあったりとかするんですけど、この表面のナイロンよりは分厚いねんよ、そりゃ。なんですけど、これ本って言われてどうかな。なんかそこがね、ちょっと厚みがある感じだったりとかするので、お肉とか買って帰るときにいいかなって思ったんですけど、ちょっと保冷本力は弱い気がする。薄いし。まあでもどうだろう、このボキボキ感といい、このチャリチャリする感じといい。でも、黒くっていう感じがちょっとするかなとは私的には思うんですけどね。やっぱり今までの保冷本素材のバッグであったりとか、そういうのからすると、若干チャチかなっていう気はする。軽いのもあるしね、素材感もっていうのもあるし。まあでもお値段を考えると、例えば宝島社さんで、こういう保冷本バッグ、しっかりとしたもちもちとしたね、保冷本材がついた。しかもデザインも可愛くてっていうものになってくると、1300円とか、200円台とか、まあそのぐらいはしてしまうので、まあでも2、300円の差やったらそっちの方がいいかなっていう気もするけどね、今回980円ということで、お値段は抑えてきてくれたっていうのはあるんだけども、まあでも値段がこう安くなったから、素材感的にもやっぱりこれになったかなっていう感じがするから、普段の感じでね、普段のあのもっちりとした分厚い保冷本材がついた状態で980円だったら、
ら評価できるんだけども、普通に値段が安くってそれで素材感もちょっと薄くなってしまってるっていうことだから、ちょっと難しいかな評価するのはと思うところでございますね。こちらに関してはまあブランドさんだったりとかデザイン感がお好きな方だったらいいかなとは思うんですけど、ただ保冷本材が薄いっていうところだけご留意いただけたらと思うところでございます。私的にはね、このカタカナで言ったらって書いてあるのがなんか可愛い、ここはすごい評価するんやけどね。まあでもちょっと付録って感じの保冷本バッグかなとは思います。はい、どうでしょう。いやまあいいねんけど、ブルーでね、なんかこの言ったらっていうこのロゴがさ、でこのすごいブルーやんか、なんかあの海外のサッカーチームのロゴみたいに見えるんですけど、まあでも歩行ブルーということでね、まあいいねんけどな、ちょっと惜しいかなと思うところでございますね。これやったらお値段的に例えばそうやな、まあ昔の雑誌って安かったよね、500円台600円台700円台が当たり前の時代もありましたけども、今って雑誌基本的に高くなってるし、その宝島社さんの1000いくらっていうのがいいとは言わへんねんけど、でもあと数百円出して例えばすごい可愛かったりとか、すごい素材感がしっかりしてたりとかっていうバッグが手に入るんだったら、私はそっちの方がいいかなって正直思ってしまいました。これはこれでまあいいとは思うねんけどね、ただ保冷本機能はちょっとやっぱり薄いかなっていう気はします。ちなみにですね、リーさんは今回張り込み付録もございまして、よこいしょ、プレディアのナチュラルな美しさをということで、海の恵み、天然泥で頭皮すっきり、毛先までトリートメントという、あちゃわ、これはね洗顔料だわ、洗顔料クレンジングだって、割とたっぷり使えそうな量でございますね。 5g が2包ついているので、なるほど、これさあれやわ、あの油症の方すごくいいと思うんですけど、こうあの油を吸着してくれるタイプの泥パックみたいな感じ、なんかねこんな感じで乗ってるんですけど、ちょっと低くて見たって見にくいかもしれへんねんけど、初め塗るやんか、だんだん乾燥してくんねん、こんな感じで、でこう油分を吸着してその後洗い流すみたいな感じのものがついているので、早速今日使おうかなと思います。もうね私の油田は止まらないんでね。ほんでは次、はい、続きまして、これ気になるっていう方もね、コメント欄でもたくさんいらっしゃったんですけど、モノマックスさんでございます。1190円。メンズ雑誌なんですけども、防火製のね、スマホショルダーがついてくるお財布機能もついてるよということでございます。あの、縦長のタイプやけどもね、今年多く出たね、縦長のスマホショルダー、あとあの、お財布機能付きってやつ。はぁ、でもメンズ雑誌はですね、宝島社さんの中でも、ちょっと安い方だったりとかするので、アーバンリサーチドアーズだったり、ブランドもね、乗っかってたりとかもするので、素材感がいい感じだったら気になるっていう方もねいらっしゃるかなと思うんですが、本では早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じだ。前代未聞のブヨブヨやぞ、カチカチやぞみたいなね、ブヨブヨやぞみたいな感じになっておりますけども、これね、そっかそっか、ちょっと待って、でもちょっと待って、これ物を入れたらさすぐ戻るわ、なんかちょっと戻ってくれたわ。 あとこれな、このペナ、このペがついてるやんか、このペのさ素材感がさしっかりしすぎてんねんよ。ほんでここの合皮が激薄なんすよ。あ、激薄ってことはないけど、要は裏地がついてない合皮なんですね。だからペが強すぎてここがくっちゃってなんねん、わかる？このペが強い感じ、私がいつもペが強いって言ってるのはこの現象でございます。そうなりますわ。これはもう設計ミスだで、このね、ここのね素材感をね柔らかくして、ある程度物を入れたら膨らむよっていう状況に持っていくのは別に問題はないんだよ。ただここを柔らかくしたんやったら、このペがね、ペの威力が強すぎてこうされんのよね。それを考えてペも柔らかくするとか、そういうことをしないと、まあこういうことになりますわ。はい、まあ言いたいことはたくさんありますけども、本では早速本体レビュー行ってみよう。はい、てことで横へショート乗っけていきますと、紐も一体型でございますね。ちょっと待ってよ。はい、こんな感じ。だいたい 120g かな。いや、あのさ、これ出てきたびっくりせん。これでもまだシワ感ちょっとマシになった方やからね。この辺のね、シワに関してはね、このペのせい。ペがね、ギューンって押してるからこんなことになってるんですよ。これが本来こうなっとかなあかんわけやけど、この形でね、キープしてくれたら問題ないわけやけど、入ってる時はこう入ってたから、このようになってたわけでございますね。本体アップいきますと、素材アップこんな感じでございます。一応ね、合皮を使ってくれておりますよ。ちゃんと、ここの薄さがわかるでしょ？割と薄い合皮を使ってくれている感じなんですね。写真ではね、ふんわりぷっくりしてたんですけども、まあこんな感じやわな。物を入れたら膨らむかなっていう感じではあるんですが、で、このアーバンリサーチドアーズさんの白押しでね、こんな感じで入っております。この形のやつ作らん方がいいよ。表面にね、ポケットを無理してつけようとするからこんなことになるんだよ。せっかく合皮で作ってんのにもったいない。だって裏側
カーはさ、普通にそんなシワ感ないやん言うて、ちょっとここをさ、この角をさ、ちょっとプクッとさせたら戻る程度のシワ感じゃないですか。この感じでドアズって入ってたらさ、いいのに表面これでっせ。さすがにちょっとなって思うねんけど、素材感はまあ合皮です。ちゃんと合皮。そして、このチャックのところもしっかりとしたチャックをつけてくれておりまして、そしてダブルチャックになっておりますね。まず表面にポケットが1なんですけども、なんか開けていきます。そうですね。ちょっとチャックの息も微妙いな。よっこいしょっとまあなんとか行きました。中開けていきますと、パカーン、まあ、内側にね、パイピングを持ってくるとね、ちょっとドロボボボボってこう、ビュー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 ってなっちゃうんですけど、まあそのあたりは写真でも写ってたしね、しょうがないかなと思うあたりなんですが、ポケットはすごく多い感じでございます。こちら側から行きますと、こちら透明ポケットがまず一つ。この携帯とか入れて、そのまま操作ができるんだって。ソフトケースなんよな、合皮製やのにソフトケースなんよな。パイピングだけでってなかなか難しいからね、あの、外側に細いストローみたいな感じのものをさ、通してるパイピング処理あるやんか。あれやったら合皮ピーンってすんねんけど、テープで縁塗ってるだけのこのパイピングに関しては、合皮でやってもね、やっぱりある程度ブヨつきは出てしまうので、そこはちょっと作り上もったいないなという感じでございます。まず内ポケ1で、で、こちら。ここに内ポケが2個目、そして3個目。このあたりでお財布機能付きっていうあたりだと思うんですけど、そして小銭入れはここを使ってね、という感じの。ポケットの中にシリカちゃんぽーい！ここはだから小銭入れ使いかな。ここのナイロンはね、そんなに薄いナイロンではなく、割としっかりナイロンでございます。で、カードポケが1、2、うん、カードポケ2ポケですね。まあ、中側に、例えば携帯入れて、お札入れて小銭、そしてカードポケも付いてるしっていうので、まあ、これで全て使えるよねっていうあたりではあるんですけど、ただ、いかんせんソフトなんよな。そのあたりがちょっと惜しいところですね。これ、台紙入れたらあかんのかな。カーブが行きにくかったりするんやろうか。だって表面物入れんかったらこの状態やし、ちょっと携帯入れてみるけど、なんか入れんとこのシワはどうしようもないと思うので、とりあえず携帯を入れていきますけども、まあ、携帯入れたとてって感じやけどな、若干マシになるシワ感は、iPhone のでっか携帯ケースをですね、入れていきますと、あ、ちょっとシワ感がマシになったかもしれない。それでこのペオやな、ポチッとすると、あ、ちょっとマシかも。これはね、最初にね、なんかあの、発泡スチロールみたいなやつを入れて、付録としてね、入れといてくれたら、最初のね、シワ感は防げたかなと思うんですが、ちょっと急遽ドライヤー召喚。はい、どうでしょう、まだマシかな。なんかね、私一応今ティッシュペーパー詰めたんですけど、ティッシュもったいないんで、なんかハンカチでも靴下でも何でもいいんで、とりあえず詰めてください。詰めた上からドライヤーファーってしたら、ある程度のシワは取れてくれるかなと思います。ただね、こここういう風に塗ってくれてるやんか、ここがね逆にシワになっちゃう感じだったりとかするので、なんやろな、上手に作ってくれてるなっていう感じではないかな。逆にね、もうちょっと上手に作ってくれたら、この子のポテンシャルがね上がったかなとは思うんですけど、どうしてもね、もう表面はベコベコしちゃいます。物を入れてもある程度はベコると思っていただけたらと思います。で、ここの上のペに関してはどうしてもね、こうやって降りてきちゃうんですよ。わかります？ここのホックとここのホックの位置がこれだけ違うんですね。ということは、ここに角をつけないといけない。やけど、だんだんこうまっすぐなっちゃうよね。こっちの方がこれ2枚重ねになってますから。で、この表面の生地はこんだけ薄いということなので、どうしてもね、このホックを締めると、ここギューンってこういう感じのシワになっちゃうと思うので、構造上ね、この薄べったい本体より分厚いペをどうしてもつけたいのであれば、もうホックの位置ね、このまっすぐ降りたここにしといてくれたらいいと思う。これでも携帯入るから、別にこうやってホックつけたら絶対こうなっちゃうんやんか。わかります？こんな感じこうなってしまうんですよ。だからもうちゃんと作ってって感じかな。もう素材感のさ、使い方をいい加減覚えてほしいとちょっと思うところでございますね。構造上これで合ってるんやと思うよ。思うけど、ただこの素材感の違いをさ、考えるともうそうなんの分かったあるやんか。なので、ちょっとちゃんとしてくれと思うところでございます。まあ表面はね、極力綺麗にしました。こんな感じ。裏面はこんな感じとなっておりますね。中にとりあえずお金入れていこうか。はい。カードとか小銭入れてみましたけど、とりあえず諭吉をね、掘り込んでいこうと思います。皆さんの金運がアップしますように。諭吉さんはですね、手前に入れてもぴったりな感じですね。ちょっとここのカーブがね、あったりとかするので、まあ、奥まで、もうちょっと奥まで入れようと思ったら入れれんねんけど、まあ、こんな感じかな。お札ぴったりサイズという感じになっております。上のカードポケットに関しては2枚入れても余裕な感じ。3枚ずつでも入るかなっていうぐらいです。今、分厚カード2枚入れてるんですけどね、全然余裕な感じでして、そして小銭入れに関しては、こんな感じになっておりますね。ベージュなんで中が見やすいっていうところはあると思うねんけど、で、取り出し自体もまあ、ここがちょっと薄かったりとかするし、このバッグ自体こう縦やからさ、こう横にしてからこうやって開けるってなる
ると若干取り出しづらい気もせんでもないけど、まあまあいけるかな。普通のあのミニ財布の小銭入れとかでめっちゃちっちゃいやつあるやんか、あんなんと比べたら全然取り出しはしやすいかなと思います。中はまあベージュ一色という感じでございますね。ちょっとコトダマン立ち上げておりますけども、コトダマンっていうねゲームがあんねんけど、ちなみに私メインキャラはロボコでございます。オーダーメイドのロボコです。真心込めてご奉仕します。萌え滅良すぎんこれ萌え滅良すぎん、まあ、そんなことは置いといてね、ちょっとショーモードでございます。まあ、こんな感じで普通にお操作はできるんだけども、ただねホームボタンが使えないです。まあ私の携帯ね iPhone SE なんで、それでホームボタン製なんですけど、指紋認証税の方はちょっときついかな、顔認証の方は問題ないかなという感じだと思います。普通にまあ使えるは使えるかなとは思うので、まあタッチは問題ないかなと思います。でこう下げてるやんか、ほんでさあお金を出そうと思う時にですね、こうチャックを開けてですね、ただここのチャックの息がすこぶるよろしくない。これはね個体差があると思うんですけど、私のやつちょっとここつってる気するんですね。ほらこんな感じ、ちょっとつってるやんか、やからやと思うねんけど、ここがもういかへん。まあ頑張れば行くけどみたいな感じなんですよ。ここはこのぐらいあるやんか、やけどここはこんだけしかないのよ。引きつっちゃってる感じなんですね。ちょっと厚みが違うでしょう。なのでチャックが行きにくいということもあるので、もしねこれ購入されてチャック行きにくいっていうことがもしあった場合は、まあ交換していただくのが一番なんですが、このまま使いたいっていう方はここの角あるやんか、ここの角、これをね内側にギューンって折り込んでもらったらチャックの息は良くなるので、こんな感じでちょっとペッて折り込みました。ほんでチャックをしてみると、ここまあ割とスムーズにはなるんですよ。まあ、ソフトケースはねもうここカツカツで作ってくれるからさ、どうしてもね角が行きにくいっていう、まあチャックをこう引っ張りながらこう引ったらねちょっと行きやすかったりとかはするんですけど、お財布出す時にこのもたもた感っていうのは私はちょっときついかなと思うので、ぶっちゃけお財布携帯ポーチとして使うのはきついかなって思いました。そして紐でございますね。なんだろうこれは、あ合皮や、合皮製の紐がついておりまして、ここでくるりんぱしてあるんですけど、もしも紐を短くしたいと思う場合はですね、ここを引っ張ってもらったら多分いけるんだと思うんだけど、うん、キュッ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 って引っ張ってもらったらこんな感じになるので、それで調節するみたいな感じだと思います。まあ私は長めがいいのでね、一番長くしてどうするかなと思うんですが、こんな感じになっておりますね。どうですか、ちょっときついね。このチャラ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 言うのはちょっとそれもお好みあるかなと思うんですけど、このいかんせんこのソフトケースで表面のシワ感はどうしても出てしまうという、この構造上、まあ、ドライヤーでねある程度は取れんねんけども、最初のシワ感はちょっとえげつなかったけど、そこよりはだいぶマシになったかな、普通に持てるぐらいになったかなとは思うんだけど、まあ、ここにある程度携帯を入れておくとシワ感は若干マシになったりとかはするんだけど、これちょっとマシでしょ、こんな感じにはなんねんけどね。なんか物入れといた方がマシかなっていう感じの全面ポケットっていうのはちょっと使い勝手がどうかなーって私的に思いますね。はい、手で持ってみたらこんな感じで、斜めがけめっちゃ長め、もうちょっと短く、おへそがここなんでこの辺で使いたいかなと思うので、割と長めの紐なので調節は効くのでいいかなと思います。はい、どうでしょう。デザインはシンプルで良い、そして合皮製というところも良い、ほんでちゃんとブランドの白押しがシルバーで入ってるところも良い、で全面黒っていうのもいろんな格好に合わせやすいから良い。お値段的にも1100なんぼか、若干高い気もするけど、例えばあのムックでね2000なんぼとかして、あの2000円台後半、1700円とかそのぐらいして同じような作り、この表面がねブヨブヨみたいな感じの作りのやつもあったりとかするから、付録で出るんやったらまあ十分かなっていう気もする。ただやっぱり最初のさ、あのブヨブヨを見ちゃうと買うのすごい躊躇すると思うし、ほんで中に関しても使いやすいかっちゅうたらそんなに使いやすくはないかなっていうところもあったりとかするし、でこの角がねちょっと行きにくいやつ当たっちゃった場合は内側折り返してみたいな感じでさ、ちょっと工夫する必要もあるし、お金出すときにこのチャックをねこうやって両方開けて、こうやって開けてこうやって出さなあかんっていうところがちょっとワンテイクで行きにくいっていうところもあったりとかするから、まあいろんな意味でね、んーっていうところではあんねんけど、ただねこのデザイン的にこの真っ黒黒っていうのがいいなって思われる方もいらっしゃると思うし、実際ムックとか普通で売ってるやつでもこのブヨブヨした素材感のやつはあったりとかするから、まあまあまあっていうところかなと思います。ゴブゴブ、とりあえずこの表面は絶対なんか物詰めて、あのハンカチとか靴下とかなんでもいいからさ、そのぐらいの大きさのものをギュンギュンに詰めてドライヤーを当てさえすればシワ感はある程度は取れてくれるので、そういうことは最初にした方がいいかなと思います。なんかさ斜め掛けにしてみたらあれ可愛いやんってちょっと思ってんやんか、だから持っちゃえば可愛いねんけどな、このシワ感さえ最初になければなっていうところだったりとかしますね。ただこの手の
のスマホポシェット、お財布機能もついてるよっていうものに関しては、私やっぱり長財布派だったりとかするので、あんまりぶっちゃけ使わんかったりとかすんねんやんか。で、最近さ、ショルダーバッグが出てなかったりとかするし、メンズでもレディースでもそうですけど、だからこういう合皮を使ってやな、同じぐらいの合皮、もうちょっと 1.5 倍ぐらいの合皮を使って、合皮のスマホショルダーというか、合皮のショルダーバッグ普通の。ほんで、シンプルデザインな感じでね、箱押しでつけてくれて、みたいな感じのやつを作ってくれても嬉しいかなって私的には思いますね。で、内側がちょっとブヨブヨしてたりとか、そういう部分もあったりとかするし、苦手かなって思われる、こういうソフトケースね、苦手かなって思われる方もいらっしゃるとは思うねんけど、まあね、一応少しだけね、もうビビたるもんですけど、少しだけクッション性があったりとかするんですよ。だからまあ、最初の瞬間は目をつぶれるかなという方はいいんじゃないかなと思いますね。実際持ってみたら可愛くないことはないと思う。紐もね、なんかループ状の紐にしてくれているので、そんなにシワ感気にせず持てたりとかするのでね、真っ黒黒をお探しの方は、しっかり最初にドライヤー当ててもらって、綺麗にした状態で使っていただくんやったらいいんじゃないかなって私的には思いました。はい、今日のフロコ開封いかがだったでしょうか、ということで、次月予告いってみよう。はい、D11 月号は10月6日発売になるみたいで、付録はですね、今回はついてないかな。今回っていうか、次月予告ですね。 D さんは付録がついたりつかなかったりっていう雑誌さんなんで、次月はまあついてないかなと思います。このような感じの内容になるみたいだよ。このマックス11月号は10月6日発売となっておりまして、通常版増刊版とございまして、増刊版に関しましてはセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっております。なんか今言うてたやつやね、あのスマホショルダー横向きでちゃんって今言うてた通りのやつが次月で出る感じなんですけども、まずは通常版からいきましょうよということで、もうレディースかメンズかわからんね。付録がレディースの付録に出ても全然問題ないんじゃないかなという感じなんですが、付録がですね、紀ノ国買い物にもお出かけにも使える保冷保温機能付きトートバッグ、大容量ギミックが効いた毎日大活躍のトートバッグということでございます。まあ今まで出た保冷保温バッグっぽい感じではあるんですけど、ここにね、ここにチャックがついてるんですよ。こんな感じでなんかスマホやらお財布やらを入れれる下の方にチャックがついております。なんかそれはそれでさ、パクられそうで怖いねんけど、チャックピャって開けたらすぐにささっと取られちゃいそうな位置についとるなっていう感じではあるんですけど、内側につけてくれよという気もすんねんけどね。まあこういう、まあ使っても使わんでもいいけど、こういう隠しチャック的なものが外側についておりますよという感じのバッグとなっておりますね。なるほどな、畳めちゃうんだ。こんな感じでゴムバンドオレンジで可愛いですけどね、グレーにオレンジっていう感じもとっても可愛らしい感じではあるんですけども、畳めちゃうということは割と薄でバッグじゃないかなーって逆を返せばね思います。実際持ってみたらこんな感じ。もう女の人が持ってみた写真も載っけてるやんっていう感じやけどね。メンズっていうか女の人向けでもあるんかなという感じの付録になっております。そして容量的にはですね、2リットルペットボトルが5本入るということでございます。紐ちぎれませんか ?2 リットルが5本って10リットルやで。ちぎれちまいそうな気しますけどね。もうギューンなってバリーいきそうな気しますけど、まあ容量的にはこのぐらい入りますよという感じになっております。内ポケに保冷本材を入れれるポケットもついてたりとかして、まあいわゆるショッピングバッグという感じではないかなと思います。今までのやつ、紀ノ国屋さんのやつね、割と正方形っぽい形のやつが多かったので、ちょっと縦長トートっぽい感じの形のものかなとは思います。このカラーリングがお好きな方はいいんじゃないかなと思うんですが、そして増刊版でございますね。こちらはセブン限定版なんですけども、なんかね、前面にね、こうお財布機能ついてるんですよ。ここのちょっとポコってこう飛び出たここの部分がお財布機能ついてんねんけども、後ろ側にはですね、私がいつも言っております、500ml ペットボトル、そして長財布が入るのかっていつもチェックをしてるんですが、それが両方入りますってもう書いてあります。話早いやんっていう感じではあるんですけど、なんかお財布機能ついてんねんけど、さらに長財布も入りますってということでございますね。ここは別に使わずに、なんかスマホとかも入れれるみたいなんで、スマホポケットに例えばね、ここの部分はスマホ、後ろ側は長財布みたいな感じでも使えますよという感じのものとなっております。付録がですね、紀ノ国屋、スマホもペットボトルも収納できるお財布ショルダーバッグ、薄待ちながらたっぷり入る、これ一つでお出かけできるというものになっております。実際持ってみたらこんな感じですね。色合いも紺色ですごく可愛らしいんじゃないかなと思います。紀ノ国屋さんなんで、なんかどっちかっていうとほら女性向けじゃない、女の人の方がちょっと似合う気もせんでもないねんけど、ほんでさ、思ったよりなんか大きめな気がするね。ちょっとまあお財布機能っぽいものが前面についたショルダーバッグ、紺色だと思っていただけたらと思いますね。こんな感じの付録がついてくるみたいです。また購入してね、チェックしてみようかなと思うんですが、完全に女の人向けじゃないと、場合的には思う感じでございます。はい、
お疲れ様でございます。本日ですね9月9日ちゃうわ9月8日になるんですけども、キュンのコップなんでなかったんやろ。水はここまでとかさ、裏ですとかいろいろ書いてあるかなと思ってさ、気になっちゃいたんですけどね。ローソンで普通で売ってなかったので、まあローソン行っても売ってない場合がありえますよという感じでございますね。なんか台風来てるんですよね。こちら関西なんで、なんかまあ外は曇ってる感じ。今日もテクテク普通に行ってきたんですけど、日焼け防止でねこういう長袖を着てたりとかすんねんけどさ、こんな汗かかんと帰ってこれたって感じ。朝出かけたので、その時で多分25、6度ぐらいやったかなと思います。あ、涼しいわって思っててんけどさ、台風なんだよね。なんかニュース見たら、なんかもう昨日はジャニーズの会見一色でさ、私そればっかり見ててんけど、ほんでニュース見返したら台風が来てて、ほんでなんかもう関東の方土砂降りで大変みたいな感じのニュースを見てさ、マジかと思って、こんななってんねやと思ってさ、もう台風ね、この時期からまた増えてくるんだろうか。だいたいさ、九州とか関西を通っていくルートが多かったりとかするからさ、関東の皆さんからしたら直撃ってくることってさ、まああるけどな、年に何回かな。なんせさ、こうどこも通らんと来た台風、直撃でバーンって来た台風って割とやんね。でもこの前のなんか関西にこう接近して、なんかすごいでっかい台風で大変なんちゃうか言うてたやつに関してはもうここは全然やった。ちょっと風強いかな、半日ぐらいみたいな感じ。まあ他の日もちょっとピューピューは言っててんけど、そんななんかびっくりするぐらい、いわゆる台風、なんかもうベランダに置いてたバケツも全部飛んでいくわみたいな感じの風は全然吹かんかってんよ。だから台風ってさ、ほんと上陸してみないと全然威力がわからない。ヘクトパスカルで見てさ、あ、大したことないやって思っててもすんごい雨と風やったり、ヘクトパスカル見て、あ、これはやばい台風かもしれへんと思って、ほんでさ、電車とかもう止まりまくってさ、さあいざもうなんか買い込んだりとかしてさ、水分とか全部ね、食べ物とかも数日外に出んでも大丈夫なようにしようみたいな感じで、うーんって意気込んだらさ、あれ大したことないっていうのをやったりとか、ほんま上陸してみな分かれへんよね。もう数字じゃね、何も測れないっすよね。いやほんとね、なんか停電されてたりとか、あとなんかマンホールがガタガタ鳴ってたりとかさ、土砂降りですごかったりとか、冠水してたりとか、地域によってはね、いろんな被害が出てると思うんですが、皆さんどうぞね、気をつけてくださいね。もうなんかさ、その台風っていうのは、とりあえず上陸してみないと分からないから、だからまあ電車も止まったりさ、ちょっと運行見合わせて、ちょっと様子見みたいな感じにしたりとかすると思うから、学校とかだけじゃなくって、会社とかも、物理さ、行ってもさ、帰れんくなったりとかする場合もあるやんか。だから事故を防ぐためにね、ある程度、柔軟にね、ちょっともうお休みにしようとか、ちょっと有給扱いにしよう。有給それで使うのはあれやな、もったいないな。普通に会社都合でお休みにしようみたいな感じでね、柔軟に対応してほしいなって思うところでございますね。セブンでね、働いてた時に、まあ、台風の時とかもさ、普通にコンビニは開いてるわけじゃん。だから、もう私ね、なんか知らんけどね、台風めっちゃ当たるんよ。そのバイトとか仕事とか、仕事はまあ週5やからまあしょうがないけど、で、セブンも言うて週4やったから、まあそれ当たるかっていう感じではあんねんけど、もうほんま直撃した時に夜勤で働いてたりとかしたことがすごくあって、1回や2回じゃないんですね。職場で、会社員の時にね、もうでっかい台風がですね、直撃するぞみたいな感じで大変やった時は、もうみんなね、一応上に言って上が判断ができひんのよ、何にも。だからもうとりあえずガミガミガミ言うて帰れんくなったらとってもややこしいから、遠くから来てる子とかもいるから、その営業さんに関しても事務員さんに関してもとりあえず早く帰らせよう言うて、3時ぐらいかなにとりあえずもう今日は帰りましょうということでお仕事納めみたいな感じで帰っていただいて、でその上司の方も帰っていただいて、私仕事してましたからねもう台風去ってから帰ろうと思って、どうせお仲間で仕事あるから全員帰らせて、もう課長もなんか挨拶しに来てさ、あ、もう帰ってええんかみたいな感じで、あ、もう鍵かけてセコムして帰るんで大丈夫ですよみたいな、いつものことなんでみたいな感じでみんな帰ってもらって、ビュー言う中普通に仕事してました。まあ昔はそんな感じだったんですけど、まあそれでね割と慣れていて、まあその時一人暮らしとかそんなんですから、まあええかっていう感じでね。ほんでまあセブンの時はとりあえずミャーンって開いたらさ、バーって雨が入ってくるよ恐ろしい雨が吹き込んでくるから、なんか雑巾のタオルみたいなんが裏にいっぱいあってんやんか、それをとりあえず炎みたいな感じでせき止めてやなもう開いたら入ってきちゃうから、でも閉めとくわけにはいかんやんか、でどうしようと思っててんけど、もうとりあえずもうスイッチ切ろうって言って、上のスイッチを切って、店は電気つけて開いてんねんけど、とりあえず入り口のとこおって、お客さんがワンチャン、もうびっちゃびちゃのお客さんがワンチャン来たらもう手動で開けるみたいな感じで、水がねとりあえずこれ以上もう店中に流れ込まないように、雑巾もうすごい凄まじい30枚ぐらいの雑巾で土のうを作ってやったそれで対応してました。あと危ないんが、その私が働いてたセブンがなんかちょっと壁っていうか、あと屋根も上の方にあったんですけど、それがさ台風で落ちてきてんよ。めっちゃ高いで、めっちゃ高いとこじゃねえやんか、それそのなんかプレ
レート石膏板みたいなやつが台風でバーンって落ちてきて、これさ当たってたら普通に死んでるくない、頭かち割れてって言って、なんかオーナーさんにねとりあえずもうギャーギャーに言いました。これマジで死にかねへんから、ワンチャン死にかねへんやんこれって。その建物自体がそのオーナーさんの所有物だったんですよ。その借りているとかそういうなんかレンタルとかリースでね、その店舗をやっているとかじゃなくって、オーナーさんの持ち物の建物だったので、もう完全に 100% 純粋にこっちのせいになるから、そらそうやん、だって死ぬで、もう店員も死ぬでそら、だからもう危ないっつってめっちゃガミガミ言ったんを覚えてる。もう危ないよね、ちゃんとさその建物の管理中かやっとかんと、怪我人出てからでは遅いですからね。だからもう他も全部チェック、風吹いたりとかなんやかんやしても追ってけえへんチェックっていうか、まあ強化なりなんなりしないとダメよって言って工事してもらったことはあったかなと思います。ほんならさ、その時の店長がさ、うーわかったうーみたいな感じの店長やってほんで私何でもガミガミ言うやんか。でもそれは言うやん、だからそういうさ明らかに危ないであったりとか、明らかに例えばなんやろうな、夜勤やってんけど夜勤の仕事ではないことで、あれ夜勤のせいやでみたいな感じで、なんかその連絡ノートみたいな感じであんねんやんか。その連絡ノートみたいな感じのものに、なんかもう夜勤の人ちょっとちゃんとしてくださいよみたいな感じで書いてあったりとかしたら、それは切れていいでしょだって夜勤のせいちゃうやんこれみたいな、別の時間帯のなんかやったりとか、他のなんかやったりとかすることを夜勤のせいみたいな感じでなんか言われたことがあって、そういうねトラブルチックなことがあって、ほんで私は全部言うやんか、いやそれダメでしょって、これはあかんでしょ、危ないでしょとかなんかいろいろ言うやんか。ほんならとりあえずなんか私にすごいなんていうんかな、こう苦手意識を持たれてしまって、店長さん男の人よ、メンズよ、おっさんよやねんけど、すごい苦手意識を多分僕に持ってるんだわ。ほんでさ、そんな時働いてたセブンっていうのがみんななんか割とねキャラが濃いというか、メンズも女の子もね、そういう感じの子が多くてですね、割と猛獣が集ってたわけなんですけど、あの JK の女の子もねめちゃめちゃ辛い子がいて、私はめっちゃ面白かったけど、なんかすごい年上のお兄さんにやいや言うてんのを見て、はーってのどかやなと思いながら私は見てたんですけど、でそのさ JK が帰る時にさ、なんか入れ替わりでね、ほんでお疲れ様ですって言って、ほんで JK 普通にお疲れ様ですって帰っていくねんけどさ、その陰に隠れてこう店長が帰ろうとしてて、なんかいやいやいや待てよみたいな、今日終わってから話あるって言ってたよなと思って、お前何帰ろうとしとんねんと思って、ちょっと店長ちょっといいですかって言って、じゃあはいって言って店長戻ってくるみたいな感じでございますね。でそんだけやいやいなぜ私が言っていたのかと言いますと、割とねセクハラが横行してたんですね。これダメだろう、それはわいが言わなあかんということで、なんかそんな店長がやってたわけじゃないのよ、もう一人おじちゃんがいて、でそのおじちゃんっていうのが、で私も肩とか腰とかさ後ろからこうやって、レジの中って狭いやん、だからちょっとごめんねちょっとごめんねちょっと寄いてみたいな感じで、なんかベタベタベタ触られたりとかしててんよ初期やねんけど、僕がは今触りましたみたいな感じで言うキャラやって分かってからは、若い子ちゃんだったりとか、あとなんか言いづらい人、すごいなんかもう穏やかで優しそうなお姉様とか、そういう感じの人にチュ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 みたいな感じで触ったりとかで、昼に関しては割ともうボコボコのセクハラ発言もうしまくっとったんですね、そのジジイが。なんかその裏のバックヤードみたいなところでちょっとなんか襲ったろかみたいな感じで言われた女の子もいて、ほんで僕は怒っていたんですよ。なのでそこをちゃんとせんねやいかんっていうことをまず店長に言ったんかな、なんかそんな話をしたんかな、まあいろんな話してるからどれがどれか分かれんねんけどさ、とりあえず危なかったりとかセクハラパワハラやったりとかそういう話しか私怒らないんで、でそれでちょっと怒って言って、それでもあかんかったから本人に言ってんよ、そのねってもうそういうことやったらあかんでしょって、そういうお姉ちゃんに相手してほしいんやったらお金払いなさいと、お金払ってお店に行きなさいっていう話をしたんですね。ほならおっちゃんがそのお金払ってやったらつまらんねんもんみたいなことを言ってて、こいつマジ殴ったろかみたいな感じになったことがあるんですけど、そういうジジイがいたんですけど、まあ私とペアになってる男の子とかもそういうのすごく嫌いやから、ガミガミに言うやんか、もうとりあえずセクハラパワハラお前社員やろ言うて、社員やったらちゃんとせえよってバイトに言われてる場合ちゃうぞっていうのを散々言ってるから、とりあえず僕たちの前ではなんかおはようみたいな感じですごいすごいいい人ぶんねんやんか、いやお前昼間ちゃうよな話聞いてんぞこっちみたいな、そういうこともねバイトではありましたけど、今となったらね楽しい思い出っちゅうたらあれやねんけど、まあでもなんやろな、私が一番嫌なのはすごい誰かがこうなんか不条理な目にあっている、もう分かりやすくねほんまセクハラとかそういうもう触られたとか嫌やそれが、でも嫌って言われへんみたいな、そういう分かりやすい状況の時に何も言わないということが私の中では恐ろしいストレスなんですよ。絶対言いたいねんそんな、何やとねんって言いたいねんか
ペチンしたいねやんか頭、まあ、頭ペチンはしませんけど、それが言えないっていうのが私にとってすごくストレスだったので、セブンの時は割と何でも言えたから、だからねある意味やり残したことはないというか、ちゃんとね引き継ぎ書であったりとか、新しく夜勤の人が来た時にこういう流れでやるんだよっていう表とかさ、そういうのも残してこれたし、まあまあやり残したことはないからスッキリしててよかったかなとは思います。まあでもなんやろうな、その人生においての楽しみってさ、私ある意味ね、なんかこう YouTube とかは別やで、その YouTube とかなんか友達となんかワイワイしてる時間って私今ほとんどないですけど、だからまあ家族で団らんしてる時間とかね、そういうのはちょっと置いといて、その人生においての自分にとっての楽しみっていうのは意外とさ、なんか職場で見出すことが多かったんかなって今になったら思うんですね。その仕事っていうのは基本的にその給料分の仕事をして、そして生活のためのお金を得るっていうものが仕事だから、みんながみんな見出す必要っていうのは全然ないと思うんだけど、ただなんか仕事っていうのはなんか一生例えばねニートでいいよとか、仕事せんで家の中でゴロゴロしといたらいいよって言われても、私割と寂しかったりとかすんねんよ。まあニート気質やからさ本来、まあそうなればなったで馴染んでずっと携帯見てたりとかするんやと思うねんけど、でもなんか例えばコンビニの仕事っていうのと、私が会社員時代にやってた経理の仕事って全然違うものだったりとかするんだけど、違うものなりのなんか達成感であったりとか、ちょっとしたね、ほんまちょっとしたやけど、あんな量の仕事があったのに今日で全部終わらせた、はぁすっきりしたみたいな感じの達成感が得れたりとかするから、まあ家事とかもそうかな、キッチンごちゃごちゃなっててさ、で頑張ってうーんってひたすら洗い物してさ、ほんでなんかもうシンクまで掃除してさ、はぁすっきり、あんなにぐちゃぐちゃやったのにこんなにすっきりした気持ちいいみたいな気持ちってさ、なんかどうでもいいと思いがちやけど、人生の中で割と大事じゃないかなって思うんですね。小さいことに達成感を見出す、だってこう意味がないことってないからね、家事一つとってもなんかあの名もなき家事はさ、誰からも褒められへんし、誰からも感謝されへんし、いいってなるっていう気持ちもね、私すごいわかんねんけど、めっちゃわかる。だってもう普段からそんな感じやからいくら片付けたってぐちゃーってなって、いくら時間かけてご飯作ったってパクパクって食べたら終了やし、あとはまた洗い物が待ってるし、なんて重労働って思ったりもするけども、例えば人から褒められるのが難しかったとしても、自分のことは自分が一番よくわかってるから、自分がやったことを自分で褒めてあげることはできるからさ、まあ、そういう意味で達成感を持つっていうのはすごく大事かなって思ったりとかします。日々のことをね、私全部に関して、例えばトイレ掃除1個しました、風呂掃除1個しました、で例えば編集終わらせました、サムネイルができました、で投稿が完了しました、みんなのコメントにハートとグッドを押しました、全てにおいて私ね達成感を持つようにしてるんですね。例えば毎日洗濯するやんか、うち子供がいるからさ、洗濯も多かったりとかするんですけど、ほんでまあ毎日回すやんか、ほんではい綺麗に干し終わりましたとか、それを取り込んではい綺麗に畳めました、はい棚にしまいましたとか、でもちゃんと達成感を持つようにしてんねんね。これってなんかすごく大事なことかなと思います。なんか出さなあかん書類をさ、私書類系溜め込みがちなんですよ、これ返送せなあかんっていうのをね、明日でいっか明日でいっかって割と思いがちやったりとかして、そういうのをしっかりと出せました、ギリギリ期限ギリギリやけど、でもちゃんと出せました、期限超えててもいいよ、まあ取りまあ出しました、ほんならそこでふーって達成感を持つ、ほんで切り替えるっていう作業ってすごく大事かなと思うんですね。それってある意味イコール自分を褒めてあげる作業でもあるんかなって思ったりとかするので、なんかちょっと似てるやん、達成感をしっかりと持つっていうのと自分をきっちり褒めてあげるっていうのってさ、違うようでなんかちょっと感情的には似てる気がするんですね。そういうちっちゃい一つ一つを大事にしていきたいなって思うところでございます。まあまあ今日はこのあたりでということで、また週末にかけてね動画出ますので、そちらもご覧いただけたらなと思います。いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。